いつもの見知らぬ男たちは、マリオ・モニチェリ監督による1958年制作のイタリアの犯罪映画である。原題は、正体不明の犯人を指す官僚的なフレーズである。英国では、パーソンズ・アンノーン、米国では、ビッグ・ディール・オン・マドンナ・ストリートの題で公開された。本作は、つまらない泥棒グループについてのコメディであり、モンテ・ディ・ピエタという国営の質屋に強盗に入る、試みに失敗するろくでなしたちを描く。マルチェロ・マストロヤンニとビットリオ・ガスマンというスターをキャスティングし、本作の成功によって、トトとクラウディア・カルディナーレと共に、おそらくこの二人のキャリアは助けられた。本作は、現在、リージョン1においては、The Criterion Collectionから、リージョン2である、イタリア市場では20世紀フォックスから発売されている。音楽は、チェット・ベイカーが演奏している。ナンニ・ロイ監督による続編が1960年に制作され、マストロヤンニ以外の全キャストが再集合し、オドス・コルポ・デイ・ソロティ・イグノッティのタイトルで公開された。1984年、ルイ・マルがアメリカ映画としてリメイクし、クラッカーズ、警報システムを突破せよ、というタイトルになった。1987年、アマンツィオ・トディーニ監督により、第2の続編が作られた。タイトルは、I、ソロティ・イグノッティ・ベント、アンニ・ドーポであった。米国での DVD リリースタイトルは、ビッグ・ディール・オン・マドンナ・ストリート20イヤーズ・レーター、いつもの見知らぬ男たちから20年後の意。ありがとうございます。